今回の動画はエンティームがついに M カウントダウンに出演したということで、その感想について語っていきたいと思います。ルンネの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お茶会 TV っていろんなこうグループを追っかけてるので、一応こう動画がね、偏らないように気をつけてはいるんですけれども、ちょっと最近こうエンティームの動画がね連続してるんですが、でもね、どうしても言いたかった。私もう昨日の M 化の興奮を語りたくて、ちょっと他のグループのファンの皆さんにはごめんなさいっていう感じなんですけれども、もうエンティームのね感動を皆さんとね共有したいと思って、この動画をね今収録しております。私今仕事の後に帰ってきてから収録してるんですけれども、今日仕事がね結構忙しくって、9時間ぐらいねもう喋り倒しだったんですよ結構ずっと喋るような仕事で、今日は、日によって違うんですけど、で9時間ね喋りっぱなしだったんで、ちょっと喉がやられておりますが、もしかしたらお聞き苦しいところがあるかもしれないんですけれども、そこはご愛嬌ということでお許しいただけたらなと思います。はい、予想外にちょっと残業になってしまって、どうしようかな、収録どうしようかなと思ったんですよ。1本収録して編集するのって、3時間ぐらいかかるんですね。なので、いやー仕事終わってからできるかなと思ったんですけどね、でもやっぱり言いたいと思って、もう本当にね、これはもうルネの皆さんと共有したくて、はい、そんな思いで今収録してます。いやー韓国活動開始しましたね。もうコンテンツの、供給量がすごいですね。もういきなりバラエティーから来ましたけれども、はい、ベクホ先輩と共演してましたね。すごい身体能力高くってびっくりしちゃった。っていうかもうケイ君すごいですね。いや、すごいでしょうねと思ってたんですけど、すごかったですね。っていうかみんな運動神経いいね、みたいな。音楽番組はね、もちろん出るでしょうと思ってたんですけど、バラエティーコンテンツにどれぐらい出るのかよくわかってなかったので、私。あ、そっか、こういうのも出てくれるんだと思ってね、すごい嬉しいですね。よく考えたら、エンティームって、半分ぐらい韓国語ペラペラじゃないですか。全員こうある程度喋れるようにはなってるとは思うんですけど、ウィジュもいるし、ね、デビュー組はもう基本ペラペラじゃないですか。で、他のメンバーもすごい頑張ってると思うので、韓国活動ってなった時にめちゃくちゃ強いですよね。今更なんですけどね。分かってはいたことなんですけど、改めて、あ、そうか、普通に韓国のバラエティ出れちゃうよねと思って、それって結構すごいことだなって思いました。XG ちゃんたちも全員がもう韓国語ペラペラなわけじゃないですか。だから普通に韓国で活動ができてると思うんですけど、なんかエンティームも、普通にこう韓国のコンテンツに出れちゃうっていうところは強みなんだなーって改めて思いましたね。で、欧米の番組とかが例えば来たとしても、ニコラスと、マキ君がいるから、もうそこも、対応できますよっていう感じだし、グローバルの準備は整ってますよね。それはね、なんか改めて感じたなって思いますね。M カウントダウンのね、感想を話していきたいんですけど、もうね、待ってました。もうほんとこれにつきますよね。特に、アイランドから見てらっしゃる方多いと思うんですけれども、私もそうなんですけど、待ってましたよね。韓国の音楽番組に、ね、この特にデビュー組のメンバーが出るっていうのが、すごく感慨深かったですよね。なんか、わーい、M化出れた、イエーイみたいな、そんななんかね、軽いあれじゃなくって、泣けてきたし、感動でしたね。皆さんそうじゃないですか。どうですか、皆さん。私はなんかほんと感動の方が大きかったですね。韓国活動、まだ始まったばっかりですけど、始まってみて、音楽番組がこれから続くわけじゃないですか。音楽番組に出たら、チッケムももちろんね、出ますし、定点も出ますし、それもものすごい嬉しいですし、いろんなコンテンツの供給があるわけじゃないですか。それはもう日本の番組とやっぱり全然違うと思うんですけど、私普段は基本的に K-POP グループを推してるので、そういう供給量が当たり前なわけですよね。多分ルネの皆さんって K-POP 好きの方多いと思うので、それぐらいの供給量に慣れてらっしゃる方多いと思うんですけど、だからエンティームがじゃあデビューするってなった時に、こういう感じの応援の仕方をやっぱり想像してたんですよね。ハイブジャパンのグループだし、日本が拠点だからどうなるんだろうって思ってたけど、こう、日本の番組最大限出てたと思うんです、デビューの時。で、イベントとかもかなり出たと思うんですが、でもね、韓国活動がね、いざ開始して M 化を見た時に、あ、私が見たかったのはこれだって思いましたね。こういう応援の仕方って言ったらいいのかな、なんかちょっとこう、うまく表現できないんですけど、これこれって。
すごい思いましたね。もちろん日本の番組とかもね嬉しかったですし、いろんなイベントもね参戦しましたけど、 M カ見た時にあこれだわって思いましたね。いやほんと嬉しいです。もしかしたらデビュー EP でそれをやらなかったのは戦略かもしれませんね、ハイブのね。なんかこう待たされた分ちょっとね感激が大きかったです、私は。まあデビューからそういう感じだったら、そういう風にやっていくんだって当たり前って思ったかもしれないんですけど、デビューからのねこの半年間はこう日本国内での活動がメインだったので、もちろん楽しいし応援もするんですけど、なんかちょっと足りないみたいなところがあったんですよね。やっぱりパフォーマンスとか楽曲とかはもちろん素晴らしいんですけど、コンテンツの供給量からすると、K-POP グループに比べるとやっぱり少なかったと思うので、もっと見たいよっていうのがあったんですけど、いやー来ましたね、待ってましたよね。で、今回の M-KA すごいしっかりしたセットも組んでましたし、私2曲やると思ってなくてちょっとびっくりしましたね。ゲスト的な感じで出るのかなってちょっと思ってたんですよ。1曲パフォーマンスしてこう終わりかなって思いましたし、まずトークの部分があることにもびっくりしたし、2曲やるっていうことにもびっくりしましたよね。ものすごい嬉しかったですね。だから本当にこうなんていうのかな、ゲスト的な感じじゃなくって他のグループさんと同じ感じの出方でしたよね。で、なんといってももうね、韓国ルネの皆さんの掛け声めちゃくちゃ良かったですね。もうすっごいね掛け声してくれてたじゃないですか。日本にいるね私たちの思いもなんかこう乗せてやってくださってるなって勝手に思いながら見てたんですけど、もちろんね現地に行かれてる日本人の方もいらっしゃると思うんですが、良かったですよね。事前収録に実際行かれた方からこういろいろスポ的な情報とかも出てくるじゃないですか。そういうのもなんていうのかな、 K-POP っていう感じだし、出勤退勤の映像とかもね、なんかそういうの見ると、あーこれこれみたいな、ミュージックバンクのね出勤映像出てましたけど、なんかそういうのがね全部が一つ一つ嬉しいですね。なんか今まで K-POP のグループ他にもねたくさん私好きなグループあるんですけど、当たり前のように見てたんですけど、こんなに一つ一つが嬉しいとはと思ってなんかね一個一個に感激してます。はい、もうなんかすいません大興奮でで、チッケムも出たじゃないですか。スタジオチュムの方にね、出てましたし、スタジオチュムでチッケムも出てたんですけど、なんかね、やっぱり音楽番組のチッケムって特別ですね。しかも M カウントダウン全員分出たじゃないですか。それも嬉しいし、定点カメラもね、出ましたし、あと早いですよね。すぐ上がるじゃないですか、M カって。で、エンディング要請もありましたし、大満足です。とにかく。なんといっても、もうみんなのパフォーマンスが本当素晴らしかったですね。すごい気迫を感じました、2曲とも。あんまりこうNTEAMのメンバーってこうゴリゴリな性格ではないじゃないですか。割とみんなこう穏やかだと思いますし、K 君とか陽キャだと思うんですけど、でも基本的にみんなねこうゴリゴリではないと思うんですよね。なんですけど今回ね本当に気迫を感じましたね。あとね、なんといってもビジュアルですよ。ニコラスとタキ、髪色変わりましたね。韓国活動仕様っていう感じなんだと思うんですが、すごい大賛成です。黒髪も好きなんですけど、二人ともこんなに明るい髪色初めてですよね。なんか記憶にないんですけど、いいですね。二人ともめちゃくちゃ似合ってますね。で、私思ったのが、メンバーをね、見つけやすい。本当に。いや、見つけられるんですよ。普通に誰がどこにいるかって、もちろんわかるんですけど、二人、こう、ハイトーンがいることによって、すごいね、見つけやすいんですよね。特にね、タキ。なんかね、タキ黒髪だと私見つけにくい時があって、もちろんタキのパートの時はわかるんですけど、はい。だからね、すごいいいって思いましたね。似合ってますしね。ちょっとね、ニコラスのビジュアルもすごいですね。タペン狩りがより一層進むんだろうなっていう感じですよね。絶対もう収録の会場でね、タペンを買ってると思いますけど。そうでね、私常々ちょっと思ってたことがあって、タキをね、もっと活かしてほしいと思ってたんですよ。でね、タキの魅力伝わってはいるんですけど、もっとタキのダンスの実力とか、ボーカルとかをもっとアピールしてほしいっていう気持ちがちょっとあって、そうだからハイトーンでね結構目立つ感じになってるのが個人的には嬉しかったですね。私 K ペンなんでも K 君のパフォーマンスももちろん素晴らしかったですし、で定点カメラ見て思ったんですけど、ハルア君がものすごい厚底の靴履いてて、もしかしたらいつもそうなのかもしれないですけど、偉いなと思って、身長のバランス整えるためにだと思うんですけど、あの厚底で踊るのちょっとね大変だと思うんですよ。身長高いメンバーは厚底じゃなかったと思うので、
そうだから、あ、春葉くんすごいなと思って見てみたり、ルネマレの時にゆうまくんになんでやねんって突っ込まれたピースがあるじゃないですか。あのピースやってましたよね、春葉くんね。そういうところもいいですよね。あの戦闘ブユーの時に多分やってたんじゃないかなと思いますけど、パフォーマンスもね素晴らしく揃ってたし、とにかくみんなの気持ちが伝わってきて、よっしゃ世界に行こうっていうなんかね、そういう気持ちになりましたね。で、まあ、あとなんといってもジュンオンとの共演ですよ。ファンタジーボーイズがね、の M 化にちょうど出演していたので、これもすごいタイミングですよね。計画されてたことなのかどうなのかわからないんですけど、ジュンオンと共演できたの本当嬉しいですね。最後のエンディングのところでちょっと喋ってましたよね、多分ね。写真がこうツイッターとかで上がってましたけど、で TikTok のコラボもあったじゃないですか。もう泣いていいですか運営さん泣かせる気ですねっていうね。ガクくんとね、ヒカルくんとのコラボの時もそうでしたけど、もうほんとね、大号泣です、私たち。で、まあ、この動画が公開されている頃には、もうね、ミュージックバンクの出演が多分終わってるんじゃないかなと思います。ミュージックバンクの映像とかも出てくるでしょうし、まあ、人気歌謡とか、座礁とか、もう次々出演するっていうことで、もうほんとね、毎日大興奮ですね。もう楽しみすぎて。で、しかもこれが3週間続くんですよね。なんか私テンション持つかなと思って。ちょっと頑張って、テンションのコントロールしようかなと思うんですけれども、本当に嬉しいです。もうとにかく今日は、この喜びを皆さんと共有したくて、はい、動画にさせていただきましたというところです。もちろんね、はい、エンティームの韓国活動、お茶会 TV も応援していきますので、ルネの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お茶会 TV ですね、実はもう少しでチャンネル登録者7000人なんです。あ、うっかりチャンネル登録してなかったっていう方いらっしゃったら、ぜひぜひよろしくお願いします。そして私、てるてる Twitter もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。Oh!